大人あるある。うまい友達とプレイしていて気づいたらビクロイしてる。ありますね。アイテム拾ってたら一緒にやってる友達がね、最後のエネミーを倒しちゃってね、ビクロイしちゃってた、ね、ありますね。どうもー、チャポでーす。さあ、フォートナイトイングリッシュ32、今日は KNT とデュオをしながら B 同士と一般同士の疑問文について説明していきたいと思います。疑問文とは、何々ですかとか、何々をしますかとか、そういう尋ねる文のことです。第1回と第2回では B 同士と一般同士について勉強しましたね。動詞で疑問文の作り方が変わってくるので、それぞれの疑問文の作り方をまずは見ていきましょう。わからなかったらね、何度も何度もこの動画見てみてください。それでは疑問文のポイントです。1つ目、作り方。 B 動詞は前に出してクエスチョンマーク、一般動詞は do で始めてクエスチョンマーク。 B 動詞で聞かれたら B 動詞で答える、 do で聞かれたら do で答える。この2つのポイント確認していきましょう。まずは早速作り方から説明していくね。1つ目、 B 動詞は前に出してクエスチョンマーク。 B 動詞の場合、 I am Japo、 私は Japo です。これを疑問文に変えてみよう。そうすると B 動詞を前に出すから、 Am I Japo、 私は Japo ですか。自分が何者か問いたくなったら、このように聞いてみよう。もしジャポが君に、Am I Japo?私はジャポですか?と聞いてきた場合、どうやって答えようか。答えはこう。Yes, you are. はい、あなたはジャポです。答える時にね、私があなたに変わっているところ確認してください。日本語で考えると分かるんだけれども、英語で考えると分からなくなる人がたまにいるので、ゆっくり慎重に考えてみてほしいです。さあ、今からですね、宇宙船の中に行きますよ。ちょっとだけね、勉強は中断して見てみましょうか。さあ、宇宙船の中に、ね、今行ってますよ。ワープしてますね。ここでね、なんかちょっとミニゲームみたいなのに参加して、ミニゲームでいい点数を取れると、いいアイテムがゲットできるっていう仕組みになってます。ここですね。フォートナイト今のシーズンはですね、あの宇宙人とかね、宇宙船とかっていうのが、テーマになってますね。この星を集めるんですけどね、ちょっとね、ジャポ結構失敗しましたね。最初にまず落ちちゃうんですね。一回落ちると結構タイムロスになっちゃう。探してるけど見つからない感じ。うん、まあね、ちょっと置いておきましょうか。さあ、一般動詞は do で始めてクエスチョンマーク。一般動詞の場合、 I play Fortnite、 私はフォートナイトをプレイします。これを疑問文に変えてみよう。そうすると、Do I play Fortnite? 私はフォートナイトをプレイしますか?これに関してはね、本当にね、周りの人は、いや知らん、
お前がフォートナイトするかどうか知らんっていう風にね、突っ込みたくなると思うんですけれども、それはちょっと置いといて。はい。もしね、ジャポが君に、Do I play Fortnite? 私はフォートナイトをプレイしますか?と聞いてきた場合、どうやって答えようか。答えはこう。Yes, you do. はい。あなたはフォートナイトをプレイします。答えるときに、私があなたになっていることに注目してほしいです。英語ではね、必ず誰がっていう主語をつけることがポイントですよね。はい、帰ってきましたよ、ジャポくん。あのね、紫色のアイテムね、ゲットしましたが、ちょっとね、取るときに焦ってね、結構ポーションを9個持って帰ってきちゃったりとかしましたね。さてさてさて、それではね、一つ目のポイント整理してみましょう。 B 動詞は前に出してクエスチョンマーク、一般動詞は Do で始めてクエスチョンマーク。 Are you Japo? あなたはジャポですか? Do you like Fortnite? あなたはフォートナイトを好きですか?B 動詞の文はね、B 動詞が前に出て、ハテナをつけているでしょ。一般動詞の文では、Do で始めて、クエスチョンマーク、ハテナをつけているでしょ。では次に、答え方について見ていきましょう。ポイントはその2。Do で聞かれたら、Do で返す。これはどういうことか。Do you like Fortnite? あなたは、フォートナイトを好きですか?これに対する答えはこう。Yes, I do. はい、好きです。または No, I don't. いいえ、私は好きではありません。Do で聞かれているから必ず答えに Do が入っていることを注目してほしいです。では、次に B 動詞で聞かれた場合はどうなるのか。Are you Japo? あなたはジャポですか?これに対する答えはこう。No, I am not. いいえ、私はジャポではありません。B 動詞で聞かれているから、B 動詞で答えていることに注目してほしいです。それでは、最後に疑問文のポイント、まとめていきましょう。ポイントその1、作り方。B 動詞は前に出してクエスチョンマーク。一般動詞は Do で始めてクエスチョンマーク。答え方は B 動詞で聞かれたら B 動詞で答える。Do で聞かれたら Do で答える。いいね。よくできました。さあ、これね、B 動詞でね、ちょっと今、プレイ中のね、グッドカー、フェラーリの車ですね。これは私の車ですか? Is this Japo's car? No, it is not. No, it is not. いいえ、それはジャポの車ではありません。ということですね。はい、いいですね。でも運転してますね。まあ、ゲームだからできることですね。頑張れ。おお。Is this?Your car? これはあなたの車ですか? Is this your car? No, it is not. No, it is not. いいえ、それは違いますってことですね。すごいですよね。これフェラーリ、同じ街に2つあるのってね、結構珍しいかなと思いますね。
クエストでねタイムアタックやりたいんですけどね、なかなかあの敵が多くてねできなかったですね。うわば、運転しますかだったらどんな風になるでしょうか。 Do you drive the car? Do you drive the car? この質問文ができますね。運転しますか、車を運転しますか。 Do you drive the car? Do you drive the car? じゃあこの戦いをね、見終わったらさよならしましょうかね。おお、アサルトライフル。でもちょっとね敵がいてて近づけてないですね。あ、いた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 、来るか。頑張れ。うわ、囲まれてるな。囲まれてるんよ。これ逃げなきゃいかんなーと思うな。逃げなきゃいかんなーって思いながら、もう倒してくれましたね。もう一人いた。なぜ爆点をする、爆中か、なぜ爆中をする。さあ戦うよ。うまそうなね建築を見せられたらちょっとジャポン逃げますね。よし、それではね、明日のフォートナイトで会いましょう。 Everyone, see you. Bye bye. Enemy. I have gunshots. Yeah, we have gunshots. Oh, yesThere is. Nice. Oh. Here. Okay. I get down. Ah, okay. Sorry, sorry. Oh, yeah. There. Nice.
ナイス。お、ワンモア、ワンモア。Here. Where? Oh. Oh. Yeah, let's go. Tommy's coming. Yeah, I fought. Last one, okay. Let's do. I want recovery item. Is that a shark? Did he kill? Nice. Where is the name? Whoa, God. Whoa.Yes. Please, yes. Okay. Oh, meat. Enemy? Nice. Okay, I will help you.Yes. Shot. Last three. Okay. Oh, enemy.I killed. Last one, okay. Where's the enemy? Do you have? Where's the enemy? Okay. Okay. Where? Oh! I had a gunshot.It's a sniper rifle. So, no near. Okay. There. No. Feet? Nice. Oh, no sniper. Oh! Good! Yay!